はい、おはようございます。今日ね、久しぶりにね、いいサワラ入ったんですよ。ずっとね、お盆で、豊洲の方入荷がなかったんですけど、いや今日やっとね、これ1週間ぶり動画撮れてるんですけど、本当にね、休んでたし、お盆休みで休んでたし、いい魚も全然入荷なくてね、まあ、全然もうテンション上がらなかったんだけど、今日ね、これ本サワラ入荷しました。まあ、サワラっていうのはね、これサバなんですよ。もうほんとサバかでもほんとサバと本当に似てる。まあ、近親ちゃ近親。本当のサバに近い、魚ですよね。だから、締めサバ食べれる人は、サワラの刺身食べてもいいんですけど、サバの刺身とか、サバがあった、ちょっとジンマシン出る人は、サワラの刺身をやっぱやめておいた方がいい。っていうことですよね。まあ僕はそう判断してお客さんに提供してるんですけれども、まあ、サワラはなんか出世魚で、サゴチっていう大きさ。まあ、70センチぐらい上からはサワラと言いますよね。で、これはもう僕たち通称名通りの豊洲の、まあ、通称名としてはこれはもう本サワラ。まあ、近親ではね、切り身で、ヒラザールだとか、カマスザールだとか、そういうのが、まあ、切り身として、サワラとして、売られてますが、ヒラサワラと、本ザラとでは全然身の質が違います。これはね、ほんと身の質のいい、本ザワラの方になりますので、ただ、本ザワラの魚の見分け方っていうのは、水っぽいんですよ。外れると。だからこれを外れないように、やっぱりそれなりに、目利きは当然いるんですけど、じゃあこれどこが違うかっていうと、これはもう慣れるしかないですね。ここがこうだから身が締まってるとか、そういうことじゃないです。まあこれ三陸なんですけど、昔ね、原発事故がなかった時には、この時期、常磐筋から今度はそこの鹿島、沖とか、その辺でね、もうとんでもないサワラ、5キロ、10キロってザラに入ってたんですよ。んで、物はいいし、こう、値段もね、手頃だし、もう素晴らしいんですよ。で、瀬戸内海のものもいいんですけど、それと匹敵するぐらい安くていいので、まあ、中心的に使わせてもらってたんですけど、原発事故以来、全然もうこっちに入荷ないので、まあ、懐かしいなと思って、今日はね、これ三陸まで登ったところの漁場で取れた、サワラですね。本当に素晴らしい。まあ、これを今からね、一番動画撮ったのは、これもう青身なんで、白身な、青身なん、もう本当青身として僕なんかは使ってるんですけど、まあ、切り身としては白身に見えるんですけど、この魚のカテゴリーとか分けとか見ると、どう考えてもね、サワラに近い、サバに近いんで、鮮度がね、落ちが早いんですよ。だから、まあ、これ早速今からさばいて、照り焼きとか味噌漬けとかね、まあ注文分、やっと注文の魚の仕込みができるので、これ今からね、早速ね、さばいていきたいと思います。まあこれね、4キロ、まあ4キロなんですよ。これもう大まな板。このまな板も1メーター以上あるんですけど、そこにもう全然乗り切れなくて尻尾が出ている状態ですから、まあこの大きさがわかりますよね。だってこの包丁自体が60センチ包丁っていうやつでマグロ切る包丁なんですよ。これがまあこんなもんしかないですからね。ここまでしかないですからね。まあ、